暑いわね。喉が渇いて仕方ないわ。僕がお店見ててあげるよ。まあ、ありがとう。このジュエリーはね、冷たい水で。僕がジュエリーショップの店員かってことでよろしくね。あ、聞いてなかった。まあ、なんとかなるか。サンさん、いらっしゃいませ。わあ、綺麗だね。どれにしますか。オレンジ色の指輪がいい。そんなのないよ。僕オレンジがいい。そんなこと言ったって、デッドモリン何してるの。プールに入ってるんだよ。こんな暑い日はプールが一番。氷も入ってるの。冷たすぎない。へっちゃらだよ。それよりまだ、冷たい水。このジュエリーにね、冷たい水ね。あ、そうだった。クモリン、プール貸して。指輪をトレイに乗せて氷水をすくって魔法をかけちゃおう。あ、色が変わった。やっぱり。ありがとう、サンさん。じゃあ、これも変わった。これも、これも。お姫様になったみたい。ガッガッガ、氷水で色が変わるのか。ちょっといたずらしてやるか。あ、ノイズ、いらっしゃい。ピンク色のブレスレットをくれ。ピンク色はないか。氷水で変色させてみよう。今のうちにか。暑いプール。どうしたの。プールの水がお湯になっちゃった。これじゃあ色を変えられないじゃん。おい、ブレスレットはまだか。どうしよう。それそれ何。行く。ノイズ、返してよ。やだ、こっ返して欲しければピンク色のブレスレットと交換だ。でも氷水がないと色を変えられないよ。僕のプール、どうしよう。冷めろ冷めろ。熱っ。あ、色が変わった。もしかして魔法をかけちゃおう。お湯でも色が変わった。きれい。ノイズ、氷水を返して。ちくしょう。ん、こんなにジュエリーあったっけ。まあいっか。お店再開。サンさん、ビビー、いらっしゃい。何にしますか。これください。ありがとうございます。あー、なんだこれ、偽物じゃねえか。こんなのいらない。あれ、これ本物のジュエリーじゃない。こっちください。俺も偽物じゃねえか。サンさん、本物のジュエリーはどれ。どれが本物かわかんないよ。サンさん頑張れ。クモリン、またプールに入って。プール、氷水。そうか、わかった。氷水につけて変色させてみよう。パンクを試してみるね。本物、偽物、本物、本物、偽物、本物、本物、本物、偽物、偽物、本物、いや偽物いりません。終わった。ちくしょう、バレちまったか。これください。本物は綺麗だね。やったね、クモリン。サンさん、ただいま。見せ場ありがとう。色が変わるジュエリーが綺麗だと思ったらグッドボタン。みんなは何色のジュエリーが好き、コメントで教えてね。あれ、いい匂いがする。こっちかな。ここはピクミランド。そうだ、ピクミーたちのお絵かきしたいな。みんなどこだろう。ロリポップ発見。誰がいるのかな。くんくん、ミント、チョコってことは誰だ。あ、キミだ。久しぶりだね。ねえねえ、キミ、僕キミの絵を描きたいんだ。張り切って描くぞ。長い尻尾と三角のお耳。それそれ。ここでクイズ。キミは何の動物でしょう。1、ウサギ。2、インコ。3、猫。3つの中から選んでね。わかったらコメント欄で教えて。よし、完成。どうかな。
けしたのはミントチョコチップの香りのキミ。クールで優しいピクミーだよ。みんなはクイズの答えわかったかな。みんなもお絵かきしてみてね。楽しかったらチャンネル登録ぜひ。ベルを押すと新しい動画に一番乗りできるかも。目指せ100万人。なんか甘い匂いが強くなってきてる。これかな。くんくん、これマシュマロみたいな匂いするぞ。もしかしてこの中に。ワクワク、ドキドキ。それ。なんか飛び出てきた。はじめましてです。僕スモーリーって言うです。よろしくです。スモーリー。わあ。これから毎週土曜日、スモーリーと遊ぶ動画を出していくよ。他にもたくさんのピクミーたちとお友達になりたいから、みんな応援してね。ピクミーポップは9月15日発売。下のコメント欄の青い文字を押すと予約できるよ。ポチッです。ノイズと追いかけ対決をしてたらピクミーポップのスモーリーと出会った。一体何をしてくれるんだろう。みんな見てね。今日遊んだおもちゃは魔法のジュエリーショップ。お湯と氷水で何度でも色が変わる魔法のジュエリーでお姫様気分。みんなも遊んでみてね。そう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 。どうしたのクモリン。新しい友達ができたんだ。本当。ヤッホー。ヤッホー。僕はサンサン、6歳で太陽の男の子。君の名前は。サンサンくんだ。私はアンビル、小学3年生の元気な女の子。好きなものはケーキで、特技は追いかき。かわいいでしょ。かわいい。僕たちよりお姉ちゃんなんだね。アンちゃんって呼んでね。僕たち毎日おもちゃで遊んでるんだ。知ってる知ってる。YouTube やってるんでしょ。よく見てるよ。おお、ありがとう。いろんな思い。ビビッときた。そういえばサンサンくんのお絵かきよくやってるよね。そうだよ。あとはまたビビッときた。 LINE もやってるんだよね。うんうん。あとまたビビッときた。それ多い。私もサンサンくんみたいに YouTube 始めようっと。急にビビッときた。クモリンはいいよ。アンビルチャンネルっていう名前にしようっと。略してアンちゃん。ロクちゃんも呼んで、兄ちゃんもユリちゃんも。友達多いね。あとはサーシャくんも。気になるな。あ、ここにいたのか。ロクちゃん。ヤッホー。ヤッホー。私 YouTube 始めることにしたの。サンサンくんみたいに可愛いおもちゃを紹介するんだ。ロクちゃんもやらない。よっちゃん、今日からやろう。話が早い。みんな、この動画の説明欄からアンビルチャンネルに行けるからね。この青い文字だね。ぜひチャンネル登録してね。こっちは私たちの LINE だよ。友達になってね。コメント欄でも同じように書いておくね。上の青い文字がチャンネルで、下が LINE か。たまに僕たちとも遊ぼうね。もちろん。あ、うちの自己紹介忘れてた。うちはアンの友達で関西出身。アンはお絵かきが得意だけど、うちは。はいはい、そこまで。まだ途中や。アンビルチャンネルで私たちの自己紹介するよ。もっとしゃべらせてよ。今日の夕方にも動画を出すんだよね。早く見てみたいな。みんな、アンビルチャンネル、略してアンちゃんもよろしくね。うちが得意なことは。そうだ。なんだ。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチッ。グッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチッ。ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったら